ただいまから平成31年度公科職員採用事例交付式を始めます。まずはじめに本日の出席者を紹介いたします。高島市長です。三山副市長です。中村副市長です。荒瀬副市長です。小野田総務課局長です。それでは事例交付を始めます。高島市長から事例を交付していただきます。名前を挙げた方は順次前に出て事例の交付を受けてください。先生、私はここに福岡市職員の一員としての情熱と誇りを持ち、常に市民の声に耳を傾け、市民と共に豊かで活力のある街づくりに全力を尽くすことを固く誓います。私は変革の時代にあって市民から信頼される行政のプロフェッショナルとして絶えず自己研鑽に努め、新たな課題の解決に向けて果敢に挑戦し実行することを固く誓います。私はここに国民の意思によって制定された日本国憲法及び法律を擁護し、命令、条例及び規則を尊重することを固く誓います。私は市民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。平成31年4月1日、上原正美。採用者全員着席。続きまして、市長からお言葉をいただきます。改めまして、おはようございます。おはようございます。今日新しく福岡市役所の職員として仲間に加わっていただいた皆様を心から歓迎をいたします。私たちは今日からチームになるわけです。みんなで力を合わせて市民の幸せのために力を尽くすわけです。今日は186名の皆さんが新しく市役所の職員として仲間入りをしました。それぞれなぜこの福岡市役所を受験をして、そして今ここに座っているのか、市役所に入って何をしたいのか、成し遂げたいのか、皆さんの頭に思い描いてください。今一度何をしたくてこの市役所に入ってきたのか、誰かちなみに言える人がいたら手を挙げてください。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ、それで手に順番に入ってください。行政技術の木下陽介と申します。私は、大学の際に土木について、専攻しており、さらに、景観や街づくりに関して、専攻しておりましたが、この福岡市は、肥後公園の再整備事業をはじめ、天神ビッグワンや多くの、街づくり、社会基盤整備における街づくりのプロジェクトにおいて多くの計画をなされておりましたので、私も実際にそういった計画の仕事に携わり、この福岡市をより良い町づくりにしたいと考え、この福岡市を志望いたしました。ありがとう。じゃあ次お願いします。行政事務に採用になりました高島和也と申します。私は前職を国家公務員理事として務めておりまして、新たに地方公務員として福岡市役所の一員となりました。ありがとうございます。福岡市役所の行政事務として採用されましたが、福岡が
アジアのリーダー都市となれるように、行政事務という身分ではありますが、縁の下の力持ちとして、支えてけたらなと思い、頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。採用として発令をさせていただいた竹岡圭と申します。自分は長崎県の対馬市という離島出身で、自分の家庭は母子家庭で、小さい頃はよく、母も苦しい中、一生懸命頑張ってくれたおかげで、生活が成り立っていたんですが、そのおかげに、その行政からの支えがあったというのも、最近では知るようになって、それで市役所の職員として働きたいと思うようになりました。福岡市は政令指定都市ですので、県と市の両方の役割を担うことができるので、福岡市の方々がより安心して生活ができるように、福岡市だからこそ、さまざまな活動ができるのではないかと考えたので、福岡市の行政事務職員に、行政事務職員を志望しました。精一杯力を尽くして頑張りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。そして、あとは誰だっけな。行政事務で採用になりました一方寺桜と申します。私は子育てに携わりたいと感じております。さまざまな支援やサービスがありますが、その情報を得ることができなかったり、不安に感じて利用することができない方々も中にはいらっしゃると思います。そのような方も利用しやすい環境を作ったり、また人手不足なども、原因や現状をしっかりと把握して取り組んでいきたいと思っております。よろしくお願いいたします。行政技術延期の佐伯と申します。私は、昨日3月31日まで、東京都水道局職員として、5年間公務員の、職務を遂行してまいりました。本日から、福岡市職員として、自分の今後の目標として、福岡市の水道を、今後より発展させていけるように、全力を尽くして、頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございます。保育士訓練で採用していただきました木村梨沙と申します。私は福岡市が女性の数が多いというふうに伺っておりますので、保育士として子育て支援もしつつ、女性の方が子育てをしやすいような町づくりにしていきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。あと一旦で存在かな。じゃあ最後に帰る。行政事務で採用されました大内瑞希と申します。私は LGBT の方々の支援を目標に志望いたしました。制度の未存在や理解不足などから選択肢が狭まっている公共面を目の当たりにして、制度の拡充や市民の方々への理解促進を通して、どのような人でも自分らしく生きられる都市にしていきたいと考え志望いたしました。よろしくお願いいたします。はい、ありがとう。はい、何人かの皆さんにね、聞いてみようと思ったら、たくさんの手が挙がって、とても嬉しく思います。手を挙げてない人も皆さん、それぞれ心の中に、こういうことがしたくて、市役所を志望したっていうことがあると思います。ぜひ、これはもう皆さんがこの場所を卒業する、退職をするまでに必ず、その夢を実現してください。そして、今、皆さんの、発表していただいた皆さんの夢、やりたいこと、これはもう完全に福岡市役所でできます。できることです。特に、ね、福岡市は政令指定都市ですから、とにかく市民に一番近い基礎自治体としての役割、それから政令指定都市として県並みの権限を持つという、これは非常に大きな強みなんですね、施策をする上で。補完性の原理という言葉を知ってますでしょうか。補完性の原理。これは、世界のグローバルスタンダードで地方自治の基本ですね。個人でできることはまず個人でしていく。
で個人だけでできないことは地域で協力してやっていく。そしてそれでもできないときは市民に一番近い自治体、基礎自治体が行っていく。それでもできないときは県であり広域自治体があって、そして国があるというね、まあ、そういう意味でいくと私たちは一番市民に近いところにいるわけですから、市民の思い、そういったものに、まあ、まさに普段から触れ合える機会があり、そしてそれを実現するための大きな力を持っているわけですね。ですから皆さんがこれから福岡市の職員としてぜひ今思い描いているそのやりたいこと、必ず実現をしてください。それでね、仕事とはまたちょっと離れているように聞こえるかもしれないけれども、ぜひね、市役所入って仕事もバリバリ頑張るんですけれども、休みがあったらね、ぜひ海外に行っていただきたいというふうに思うんですね。大学時代に海外旅行をした人は手を挙げてください。はい、ありがとう。まだ行ってないという人、大学時代。はい、ありがとう。あのね、福岡市だけにいると日本って本当に少子高齢化になってるのかなとか、もしくはこのままずっと順調にいろんなことが進むように、そして今もハッピー、未来もハッピーと思うかもしれないけれども、ぜひ私が海外に行ってほしいというのは、私が思っている今感じている危機感をみんなと共有するってことがすごく大事なんじゃないかなと思ったから、皆さんにもそれを肌で感じてほしいと思って今ぜひ海外に出てほしいということを言ったんですね。私たちが教科書で発展途上国っていう形で習ってきた国々、まあ私も、まあ、海外の出張も含めてたくさん行くんですけれども、要するに一周遅れの先頭というか、社会が未成熟な部分に新しいテクノロジーがどんどん入ってきたり、新しいビジネスモデルが入ってきたり、そういった新しいやり方がどんどんその社会に隙間があった分、その中にどんどん入ってきて、我々が発展途上国っていうふうに教わった国々がまさに一周遅れの先頭でどんどん新しいビジネスを生み出していく、そして社会の生産性がどんどん上がっていっている。一方日本においては社会がしっかり成熟して、ありとあらゆる分野まで規制がしっかりと張り巡らされて、新しいビジネスとか新しいテクノロジーとか新しいやり方が入っていく隙間がない、何かに必ず定職をしてしまう。だからもしかすると私たちいつの間にかそのうち我々の国自体が発展途上国って言われるんじゃないか、そんな危機感を私は持っているんですね。しかも日本はこれから大きなチェンジの時代に入ります。言語が変わるだけじゃない、少子高齢という、これは人類が始まってから初めて世界の中で起きる出来事です。だから世界のどの歴史書を見ても少子高齢、こんなことが出てこないわけですね。誰もこれに対する特効薬を持っているわけでもないし、成功した事例も失敗した事例も知らないわけですね。こうした時代が来る、それを初めて経験するにあたって、私たちはいくら納税者が減って、そして高齢者がぐっと増えてきて、そうであってもやはり今この元気な誇るべき福岡を次の世代に引き渡していく、まさに皆さんにはその責務が福岡市役所の職員としてあるわけです。じゃあどうやってそれをするのか、やり方を変えていかなくちゃいけない。今職務の宣誓をしていただきました。命令や法律、規制、規則、こうしたものにのっとって皆さんは仕事をしていただくわけですが、今新しく生まれてきているテクノロジーや新しいビジネスモデルや、そんな市民にとってとても便利なサービスっていうのは、実はそうした法や規制が想定をしていなかったものが多いんですね。法や規制ができた後に新しく生まれたものだから、それをどう判断したらいいかわからない。じゃあわからないから全部ダメってわけにいかないし、
何でも OK ってわけにもいかないし、多分それぞれの現場でとても悩んだり直面することもあるというふうに思います。でも私たちはそうした中で大きな社会の変化を見据え、私たち行政も含めてどんなサービスが求められているのか、そしてそれに従って私たちはそれができるように仕事をしていかなくちゃいけないわけですね。なんでそんなことしなきゃいけないか、その危機感というものをぜひ海外等に出かけて、そして自分たちとは違う場所に行って今世界がどういうふうに動いていっているのかというものをぜひ見ていただき、このままと同じ状況ではまずいんだっていう危機感をぜひ皆さんにも持っていただきたい、そういう視野でぜひ仕事をしていただきたいというふうに思うんです。今日入った皆さんは福岡市役所に入りました。同じ基礎自治体であっても全国いろんな個性のある都市があります。もうすでに過疎で大変苦しい思いをしている、もしくは限界集落と言われたところに今日同じように事例を受け取った同世代の仲間もいるわけですね。皆さんが入った福岡市というのは人口増加率が東京を抜いて一番、税収の伸び率が全国の政令市で唯一5年連続で過去最高を更新し続けているという町、そしてクルーズ船が日本で一番来て新しいビジネスを生むスタートアップ開業率が日本で一番の町、そういう町の自治体に皆さんが入ってきたわけです。諸先輩方が一生懸命頑張ってきているわけです。これはこういう状況にあって福岡市の市民だけがじゃあ幸せであったらいいというわけにはいかないわけですね。やっぱり私たちはそうした恵まれた環境にあり、かつ政令指定都市として一番市民に近い基礎自治体の役割と、そして県並みの権限のダブルを持っているということは新しいロールモデルを作ることができるんです。これまでの少子高齢でも、これは単に労働力が不足して大変な時代が訪れるのではない、たとえ働く人の数が少なくともこれから ICT やいろんなものを使っていきながら人の数は減っても同じだけの成果を出すことができる、そんな中で人口は減っても成長できる社会を作っていく、こうしたものは私たちの世代に課せられたとても大事な課題であって、そのロールモデルを福岡市で作っていくことによって他都市の皆さんもまだ法や規制には乗ってもいないけれども他都市の事例を参考にしよう、福岡市はうまくいってる、じゃあ私たちもこういう全国のロールモデルを作っている、そんな役割も私たちは持っているんです。そのために国家戦略特区という国の規制まである分変えてもいい、そんな特権までいただいているわけですね。皆さんがこういう社会であってほしい、こんな時代であってほしい、こんな未来であってほしいと思うものは誰かが作ってくれて、皆さんは相続をするだけの役割ではありません。自分たちの時代は自分たちで作っていくんです。新しい未来は誰もまだ想像できてない未来を私たちが作るんです。それができるのが皆さんなんです。逆に皆さんにしかできないことがたくさんあるんです。そう思って私もチャレンジを続けていますし、新しいチームの皆さんとまた力を合わせて、そんな新時代に向けて、また世代に向けて素晴らしい福岡を、そして日本を作っていくために皆さんと一緒に力を合わせたいというふうに思います。これからそうした誇りと、そして自覚と、そして挑戦するハートを持って一緒に市民の幸せのためにチャレンジしていきましょうね。最後になりますけれども、福岡市役所に入ったからには飲酒運転をしたら即クビです、免職です、言い訳は通じません。もうこれは皆さんに明確にお伝えをしておきますので、後でお酒を飲んでああとかこうとか理由を言ったってクビですから、絶対飲酒運転はしてはダメです。そして当然これはお酒を飲んですぐ運転っていうのは分かりやすいですが、お酒を飲んで、そして翌朝の運転、これも残り酒ですから、
言い訳になりませんから、知らなかったとかね、そういうことにならないんで、飲酒運転って絶対ダメなんで、それだけは固く覚えておいてください。すごく首ですから。はい、じゃあ、皆さんと一緒にね、これから新しくまたチャレンジをし、そして、先輩たちも皆さんが来るのを楽しみにしていますので、一緒に頑張っていきましょうね。今後ともよろしくお願いします。そして、今日の優勝おめでとうございます。